明細 PSP トンポメタルギアソリッドポータブルオプスは小島プロダクションが制作し、コナミより発売されたプレイステーションポータブル用ゲームソフト。本作はコナミより発売されているゲームメタルギアシリーズの一つでタイトル中のオプスとはオペレーションズの略で軍事行動を意味する。当初は PSP 向けに発売されたメタルギアアシットシリーズとは異なり、 メタルギアシリーズ本編の時系列に連なる、正当続編として制作された。しかし、ストーリーは監督の小島秀夫が担当したものではない。ため、2015年に発売された、メタルギアソリッド V ファントムペインの年表では、本作品で語られる、サンヒエロにも反島事件は掲載されていない。一応は、公式にはパラレルではなく外伝扱いであるらしく、2010年に、 発売されたピースウォーカーの中で本作の出来事であるサンヒエロにも半島事件にも少しだけ触れられている。時代設定はシリーズ中最古のエピソードを描いたメタルギアソリッド3からメタルギアシリーズ第1作である MSX 版メタルギアの合間にあたるそれまで語られていなかった空白の期間で主人公は MGS3 と同じくネイキッドスネークである。 物語は、アウターヘブンにつながるミッシングリンクとのことで、スネークが悪魔の兵器、メタルギアと出会い、伝説の傭兵部隊、フォックスハウンドと戦士の楽園、アウターヘブンを作るようになったきっかけや、ビッグボスは、なぜ一度救った世界を危機にさらしたのか、という理由の一端が描かれている。そのため、ストーリー的には本作よび、MGSPW、MGSV によって、 MGS3 から MGE の空白が埋められ、MGS3 からメタルギアソリッド2までの時系列が一本の線でつながることになる。ゲームシステムも従来のメタルギアソリッドシリーズの流れを組む戦略情報アクションゲームとなっている。本作ならではの要素として敵兵を拉致して味方にし、スネーク以外のキャラクターに交代してプレイヤーとして使用したり、 サポート部隊を編成できる新システムが導入されている。また、無線弾機能を特徴的に使っており、PSP の機能を最大限に活かしたソフトといえる。ゲーム内のイベント演出面においては、リアルタイムポリゴンでもは用いられず、メタルギアソリッドバンドデシネのように、アシュレーウッドによる絵で、ストーリーが展開していく。ファミ通ゲームアワード2006ポータブル賞受賞作品。 2007年9月20日、拡張ソフトウェアであるメタルギアソリッドポータブルオプスが発売された。本作のセーブデータを引き継いで遊ぶことも可能となっている。なお、Wi-Fi 通信を利用したオンラインサービスは2012年3月30日をもって終了している。PSP で以前に発売されていたカードを用いたメタルギアアシットシリーズとは違い、本作は メタルギアソリッドシリーズの流れを組む戦略情報アクションゲームとなっており、本作ならではの数々の新システムも導入されている。最大の特徴は、今までのシリーズでは基本的に主人公のみを操作していたのに対し、本作では捉えた敵を味方にし、それらと交代して潜入任務を遂行するというシステム。ストーリーモードでは、マップ上にいる敵兵を、 CQC や麻酔ンを利用して捕まえ、トラックに運ぶことで味方にすることができる。味方になった兵士は、ミッション間のブリーフィング時に、チームに組み込むことが可能で、潜入チームは1チーム最大4人で編成する。操作キャラの交代は危険フェーズ以外であれば、任意に行うことが可能で、未操作のキャラは、自動的に段ボールを被って隠れて待機するようになっている。仲間には、ライフ、 STMN、ST SNS、スキルが設定されており、キャラクターによってセンサー別。また、同じ服装の敵兵に気づかれにくくなる。例えば病院では白衣を着たタイプのキャラクターは、同じ白衣を着た敵兵に気づかれにくいため、場所に応じて潜入チームを組むと敵兵に、発見されずに有利に作戦を進めることができる。また、実際に操作する潜入チームの他にも、 情報を集める情報チーム、新しいアイテムを開発する技術チーム、メンバーの体力回復の促進及び医薬品の開発を行う医療チームを編成することが可能で、それによって様々な恩恵を得られる、シミュレーションゲーム的な要素も入っている。仲間兵士の収集方法は、ストーリーモード、対戦モード、Wi-Fi トレード、AP スキャン、パスワード、 GPS スキャンと大きく6つの種類がある。プレイヤーはマップ上から情報を得るために偵察部隊をマップごとに送ることができる。そして彼らから送られてくる報告によってサブミッションができるようになる。このゲームには何十ものサブミッションがあり、それらを達成することで RPG-7 や模ナガンのような珍しい武器やユニークキャラクターも手に入る。 敵の位置を表示するレーダーが新たなタイプになり登場。MGS3 は特定のアイテムを装備しなくてはならなかったが、本作では MGS、MGS2 のような常に表示されるタイプである。しかし、敵の位置を点で表示するソリトンレーダーと違い、どの方向で物音がしたか視覚化して表示するサラウンドインジケーターとなっている。ソリトンレーダーとは違い、 敵に発見されても表示される。PSP の Wi-Fi 機能を使用した要素として、オンライン対戦、すれ違い通信による兵士のトレード、付近にあるアクセスポイントに接続することによって、兵士をゲットできる AP スキャンなどがある。通信対戦最大2人から6人までの対戦が可能である。もちろん、シングルでプレイして獲得した武器や味方の使用も可能である。 AP スキャン無線 LAN のアクセスポイントをサーチし、アクセスすることで兵士を入手できる。入手できる兵士は、アクセスポイントごとに違い、スポットによって特殊な兵士が入手できる場合もある。Wi-Fi トレードアドホックを利用して、ブリーフィング時に、兵士のステータス画面から、お互いに集めた兵士をトレードすることもできる。また、すれ違いトレードでは、 あらかじめトレードに出したい兵士を選んでスリープモードにしておくと同様にすれ違いトレードにしたタプレイヤーが接近した際に自動的に通信が行われてお互いに兵士を交換する兵士によってある程度のランクが設定されているためランクの違いすぎる兵士は交換されない別うじの GPS レシーバーを接続することで兵士を取得できるポイントが表示され実際に そこに移動することで兵士を取得できる。ありがとうございます。